んにも詰められたりとか、どういう気持ちだったの？俺何もできねえじゃんって思う時期はあるし、今もそういう風に思ってる。今の内定先満足してますか？はい、どうも、春大メンバーの久保田紫音です。今日は僕の就活の結果報告みたいなところをできればいいかなと思って撮影させていただいております。しずさんとすずさんがいらっしゃるんですけど、自己紹介から入った方がいいかなと思うんですけど、中央大学の4年生で今総合政策学部っていう学部に所属している人間になります。バイトは塾講師をしながら春大アリーのインターン生としてお仕事させていただいてるっていうような形です。結論から言うと、僕は、いわゆる大手と呼ばれるようなウェブの広告代理店さんに内定が決まりましたよと。就活自体を本当に本格的に始めたのは去年の本当9月とかです。だからちょうどダイアリーに入社させていただいた時ぐらいから、いや就活しないとなと思いながらぬるぬるやってきた感じではあるんですけど、9月から11月ぐらいまではダイアリーの業務と塾の業務に応札されていて、27連勤とか働いてたんですよ。就活なんてできないっていう状態だったので、最初の方はやべえなと思いながらも、っていう状態が続いていて、まあそんな中やっぱり皆さんご覧いただいてるかなと思うんですけど、南さんとの面接があったりとか、実はあれ南さんと面接したの僕がダイアリーに最終面接しゅんさんだったんですけど、面接が終わって翌日にしゅんさんに明日撮影あるんだけど来れるって言われて行って撮影したんですよね。一番行きたかったのは本当に栽培に行きたかったの。そうですね。それダメだったのっていつだっけ？最後ダメだったのは12月ですね。なんかそのくらいの時期さ、南さんにも詰められたりとか、どういう気持ちだったの？めちゃめちゃいい経験だったなと思って、やっぱり就活って自分のためにやらなきゃいけないと思うんですよ、ただ自分自身他人のために何かできるんですけど、自分のために行動しようと思えない性格なんですよね。結構そういう人コメント欄とか見てて似てるみたいな、あ俺みたいみたいな人はいっぱいいるっぽくて、要はその就活って本当にさっき戻りますけど、自分のためにやらなきゃいけないじゃないですか、ってなるとやっぱできないんですよね。後回しにしちゃう、そういう人間なので、あの時本当に詰めていただいたのはめちゃめちゃいい経験だったなと思ってるし、もうその一点だけでやっぱダイアリーにいる価値ってあったなっていう風に思うぐらいには大きな経験だったなって思いますね。コンプライアンスまではアルバイトを優先して自分の就活をお隣にしちゃってたけど、第一志望落ちちゃったりとか詰められたりしたことで変わったわけだ。そうですね、だいぶ心境の変化はあったなと。どういう感じで変わったの？端的に言うと自己分析はかどったのって感じですね。あの爪があったから自分のために動けねえんだなっていう怠惰さに気づけたっていうのは非常に大きな経験だったし、逆に言うと他人のためとか、まあ今広告代理店決まったって話しましたけど、要はクライアントさんのためとか、そっちに関しては多分自分は動ける人間なんだっていう強みが見つかったのと、あとはまあ弱みも見つかったっていうところで、自分に合った就活しようかなっていうふうに思ったっていうのがありますね。それに気づけたのが12月。そうですね、12月から1月ぐらいにかけてなのかなと。やっぱ12月1月になると生徒の受験期も重なってきて、また1月は1月で31連休してるんですけど、やばい。まだ就活には本格的に踏み込めなかったんだ。とはいえ結構生活のリズムを変えたんですね。割とだからバイトしてても就活できるよっていうのは僕は今回伝えたいメッセージの一つではあるんですけど、例えば、まあ、塾だと準備があるんですね、でそれに大体1時間とか2時間かかっちゃう。そうすると要は就活に割く時間がなくなって業務があってなっちゃうとダメだと思ったんで、やらなきゃいけないことは日曜日と土曜日に詰め込んでやっておいて、で1週間分済ませておくと。でその上で平日の要は午前中とかは空いてるので、まあ、その辺で自己分析をしたりとか OB 訪問させていただいたりとか、 OB 訪問1日に2人ぐらい詰め込んでやってるので、でその比重は非常に大きくなったと思いますね。では2月と就活解禁直前期になって、まあイエスの締め切りがどんどんみたいな形だったと思うんで、まあいろいろ出させていただきながら、何社ぐらい出したの？結論から言うと30社ぐらいですかね。結構出したね。ただ怒られてからというか、その頃に多分しずさんとの動画も撮ってるかな、もうちょっと後かしずさんにも怒られてそう、怒られてからマジで通過率上がったんですよね。何変えたの？今までは自己分析ができてないから軸がなかったんですよね。だからイメージで言うと、今までの就活は積み木をぐらぐらこう積み重ねていくような形で、まあ、継ぎはぎの感じだったんですけど、自己分析がはかどってからは1本バシッと軸が決まって、でそこからじゃあ枝分かれしよう、こっちがあるこっちがあるみたいな感じで進められるようになったのが2月ですね。それまではやっぱり本当に大手とかしかやっぱり出してなかったんですね。キャリアアップとか考えてネームバリューがあった方がっていう話があると思うけど、そういうとこばっかり出していたんですけど、2月ぐらいからスカウトサービスとかも使い始め
て、筆者内定いただいてるのはそれ経由でもらってるっていうところもあって、でスカウトいただいてマッチングが合ってるなと思って進ませていただいてっていうのが始まったのが2月です。さっきさ12月に来られていろいろ変わったって言ったじゃん、志望も自分に合う企業を探すようになったりとかって変わったんだね。そうですね、軸が決まったからそういう選択ができるようになったよっていうところが素晴らしい、ね、大きかった。あ、本当にありがたい経験でした。本当に怒られるのいいんだ。いや、怒られるの向いてるのかも。そうですね、怒られるの苦手な人もいると思うから、うん、一概にね、例に合ってるかなというわけではないと思うんですけど、僕はやっぱり怠惰だし誰かに怒られてビシッと兜が閉まるじゃないですけど、うん、そういうような節はあったんだなっていうのはすごく大きくありますね。30社受けていて、ES の通過率がグッと上がってきたので、うんうんうん、それまで本当にやっぱ怠惰だったんで、うん、SPI の勉強しなかったんですよ、うんうん、やばいと思ったから、まあ、SPI に関しては玉手箱の問題集しか買ってなかったんで、はい、普通の SPI の方の問題集も買って、まあ、1週やってとかやって、うん、ウェブ亭もまあ通過するようになって、うん、いよいよ面接みたいな形になっていったのが3月。そこから就活主力でやるようになって、うん、まあ、一方でバイトは減らしました。あとはダイアリーに割く時間っていうのも非常に多くなっていったかなと思います。30社受けて何社ぐらい通過して何社とかってあるの？ ES 通過したのは多分17とか。お、結構すごい、すごい。で、ウェブ手で何個か落ちてみたいなところあるけど、うんうんうん、最終的に面接したので言うと10社ぐらい。軸が変わって受ける業界が変わったから通過率が上がったのか、怒られたタイミングで ES の書き方とかをちょっと変えたりした、うん、それは相互に作用してると思っていて、要は ES の書き方が変わるってことは軸が変わるってことだしっていうのは、要はどっちもいい環境で作用してくれて、多分軸が変わったっていうか、本当にやりたいことがこれだっていうのを思い出したというかこれなんだなっていうところにたどり着いたっていう。だから受けていく中で、その面接をしていく中でとかでもやっぱどんどん進化していった感じだったので、そこは非常に良い時期だったなと。就活ってマジで進化するよね。いや、マジで成長するよね。千里さんに怒られる撮影の時に千里さんがなんかその自信あったよみたいな、面接いっぱい練習したからねみたいな話をされてたと思うんですけど、それはまあマジで間違いないなと思ってて、面接すればね。そう、今すごい納得ないっていただいてますけど、うん、面接いっぱいやってきたから、今このピリオ受けて受かるんちゃうかなみたいなそれぐらいの気持ちで挑めるようになったというか、最終面接についてもこう堂々と挑めるようになったよっていうようなのは成長というか、うん、そっからだいぶ心の余裕ができて、5月には要は最終面接の企業が出揃ったので、そこで最終面接受けたのは結局3社です、ね。はい、イエス出すのはやめにして、うん、そこからは今の受けてるところに集中しようっていうので6月頑張って最終面接受けさせていただいて今に至るという感じですね。おめでとう。12月とかさ、しゅんくんガチで怒られたりとかさ、あんまりなかなかその選考に通過しなかったりとかで、本当に自信がなくて、大丈夫かな、しゅんくんのメンタルってめっちゃ心配なんだよね。びっくるものありますよちょっとどころじゃないです。ちなみに落とされたから人格否定だみたいなのは思ったこと僕はないんですけど、ただなんかそういう怒られとかを通じて自分自身の中で、あ、俺って本当に怠惰だなみたいな俺何もできねえじゃんって思う時期はあるし、今もそういう風に思ってる、まあ、結構ネガティブなので、コメント欄とかで言われてたんだと、前回しずさんとの動画の時に割と喋りに自信があるところ書いたところ60件ぐらいコメントが来てまして、ただ喋れるだけで本質的なコミュニケーション取れてないみたいなそういうコメントが来て、そうだなと思って、取り繕ってるだけで表面上でコミュニケーション取るのはできるんだけど、自分の多分内側を開示することってほとんどないですよね。僕多分表面的に防衛規制ですよね、勝手にバリアを張ってるんじゃないかなと思いますね。自分それは悪いことじゃない、自己防衛できてるっていう点はいいのかなと思いつつ、ただ弱えなって自分でも気づかないんですよね。自分がこう気丈に振る舞ってることに追い込まれてたっていうのは僕にとって頑張るためのモチベーションになっていたし、でそういう風に言ってくれる中にいいコメントがしゅうさんの動画ついていて、ああいうコメントがやっぱそういう中にあると嬉しいし、嬉しいよね、うん、そこがモチベーションになるっていうのもあるし、あとやっぱり成果が出る。僕はインスタグラムとツイッターを動かしてる人間なので、例えば DM とかで応援してますとか来ると嬉しいですし、最近そのツイッターで企業紹介する中で僕は全部書いてるんですけど、何の企業紹介してくださいみたいなコメントが来てくれるんですね。あれめちゃめちゃ嬉しいですからねいっぱいコメントしてほしいし、いいねがつくと嬉しいし、フォロワーが増えたら嬉しいよっていう、そういう話なんですよ。だからインターンじゃなくても
バイトとかでも自分を鼓舞してくれるような経験、言い方が悪いですけど自己顕示欲を満たしてくれるような何かを自分の中に持っておいたら就活だけにこうネガティブにならずに済むのかなっていうのは僕は経験から学んだことかなと思いますね。じゃあシンデリーに出演しながら就活したことは後悔してないと。あ、全然後悔してないし、むしろ良かったなって良かった、はい、就活はそれが聞けて、うん、やらなきゃやらなきゃと思ってわーってなってたら気づいたらもうこんな時間みたいな、そういう、大体みんなそうじゃない、うん、そうですそうです、な、人間の本質だと思うんです、そこはそういう人が多いかなと思うからこそ、なんか僕は皆さんの等身大であれたかなって思うし、ね、コメント欄でもそういう風な受け取り方をしていただいたっていうのは嬉しかったなっていうのがありますね。最後に言ったかったのは、うん、はい、どうぞ。今の内定先満足してますか？満足っていう方は微妙かなと思うんですけど、うん、ハッピーな内定だったなって思って、めっちゃ行きたかったか、まあ行きたいところでした。はい、よかった、おめでとうございます、ね、本当にありがとうございます。いや本当に皆さんのおかげっていうのはもう誇張なしでいらせていただきますので、いい就活ができたなっていうふうに思います。よかった、はい、ということでこんな感じの等身大の就活の体験記ですけど、あの見ていただけたら嬉しいし、今見た人はね、うん、Twitter とインスタは常に僕が監視してますので、うん、はい、コメント欄も僕見てますので、コメント活発にしていただいて、皆さんも一緒に頑張れとは言わないんで、納得できるような形で、うん、自分に合った形でやってくれていいかなと思います。はい、ということで本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。お疲れ、お疲れ様です。今日は動画を見てくれてありがとうございました。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。